サーパン、バイス。やり直そう。やめろ、二人とも。やめるんだ。レオナール、なぜ止める？今がどういう状況か分かっているのか。頭を冷やせ、バイス。こいつを殺せって言い出したのはあんたたちじゃないか。それを今さら。いいから私の話を聞け。デニム君も聞いてくれ。ライムが陥落した。バクラム軍がここへやってくるぞ。そんな、ランスロットさんはそんなバカなことって。聖騎士殿がどうなったかは分からん。討ち死にしたのか、逃げ切れたのか、確認できていないのだ。とにかくこれ以上同胞同士で争っている場合ではない。単刀直入に言おう。デニム君、公爵殿下に従うのだ。これまでのことは水に流そう。戦うべき相手は他にいる。そんなバカな。俺は認めん。認めんぞ。いい加減にしろ、バイス。私の言うことが聞けないのか。デニム君、君の理想は何だ。いや、私は分かっている。差別のない、貧困のない、皆が幸せに暮らせる世界を築く。君のその意志を私は理解している。だが理屈では人は動かない。どんなに崇高な理想も実現しなければただの夢幻だ。夢で終わっていいのか。父親の仇を討つんじゃなかったのか。な、もう一度手を組もう。それが我々にとっても民にとっても一番良い選択だ。確かに争っている場合じゃない。本当の敵はバクラム軍なんだ。分かってくれるか。それでこそウォルスタの若き英雄だ。ふざけるな。お前ら、正気か。俺は許さん。許すもんか。バイス、待ってくれ。放っておけ。さあ、公爵殿下をお迎えするぞ。僕は現実を知らない、ただの子供なのだろうか。ライム制圧から4週間、
激戦の末、ライムを占拠したバクラム軍は南下を続けた。だがガルガスタン軍を自軍に加えた解放軍はこれを食い止めることに成功。ゴルボルザ平原にて両者の戦いは次第に膠着状態へと陥っていった。摂政ブランタは焦っていた。互いの戦力は五分と五分だが、公爵がガルガスタン軍を完全に掌握すると圧倒的に不利になってしまう。頼みの綱の暗黒騎士団は要請を無視してフィダック城から動こうとはしない。一方公爵にとっても動こうとしない暗黒騎士団の存在は不気味であった。以前に交わした密約が生きているのかどうか、両陣営は共に決め手を書いていた。いい加減にしろ、バルバス。勝手に動いたのは事実ではないか。どのような理由があったにしろ、総長の命令なしに行動することは固く禁じられていたはずだ。しかも再三にわたり帰還命令を無視するとは何事ぞ。今日まで出頭戦とは全く。全くだぜ、意固地になりやがって。反省しろよ、反省を。お前もだ、マルティム。軽口を慎め、この調子者め。仕方なかったのだ。摂政殿の願いとあらば断ることもできまいよ。嘘をつくな。モウン殿が我らの主ではないのだぞ。貴公はゼノビアの騎士がライムにいることを知り戦いたくなった。そうであろう。もうよい、バールゼフォン。済んでしまったことだ。お帰りなさいませ。おお、オズマらも一緒か。ウォルスタ軍の動きはどうだ。ゴルボルザ平原に兵を集結させておりますが、特に目立った動きは。公爵とてガルガスタンを完全に掌握したわけではないだろうからな。よし、公爵のもとへ使いを出せ。こちらの事情を説明し、再度中立を保つことを約束するのだ。バクラムは大丈夫ですか。摂政殿がおとなしくしているとは思えませぬが。かねてから希望していた枢機卿職をくれてやるのだ。おとなしくしてもらわねば困るというもの。我らの任務はこの島の制圧ではない。それをゼノビアの奴らに悟られるわけにはいかん。この島の争いに介入させる口実を与えぬためにも、戦いを避け和平を探る必要があるのだ。我らが平和の使者である以上、奴らは何もできん。分かったか、バルバス。貴公にはハイムへ行ってもらおう。前線を離れろと。ハイムなんぞに行けというのか。カリカリするな。別に摂政殿のお守りをしてもらうわけではない。ハイム城に監禁していたプランシーをゲリラどもの手によって連れ出されてしまったのだ。何でしょう。おそらくバレリア解放戦線による犯行だろう。いずれにせよ我らの任務がバレるのを避けたい。マナフロアの行方は分からず、その手がかりを知る神父もまた行方不明となってしまった。バルバス、貴公の任務は重大だ。プランシーを何としてでも取り戻せ。よいな。ああ。貴公ら兄弟にはバレリア解放戦線を任そう。これ以上野放しにはできん。
はっ、グラシャス家の名誉にかけて必ずや任務を完遂いたしましょう。所詮奴らなど烏合の衆、我ら兄弟にお任せを。アンドラスには引き続きマナフロアの捜索を命じている。機構はマルティムと共に公爵との交渉を進めてくれ。頼んだぞ。仰せのままに。我が軍に加わるガルガスタン兵はどの程度なのだ？全体の半数といったところでしょう。残りのうち3割は剣を捨てました。うん。その残りがバルバトス派の残党ということか。数が少ないとはいえ、ガルガスタン軍の中枢を成した精鋭部隊ばかり。そういった奴らを支援する民草も多く、なかなか一筋縄では参りません。わかった。バルバトス派の総統は機構に任せる。一刻も早くケリをつけるのだ。お任せくださいませ。幸いバクラム軍はあれ以上南下するつもりはなさそうだ。以前暗黒騎士団と交わした密約が生きているのやもしれんが、再度密使を出すとしよう。さてゴリアテの英雄殿には、1ヶ月前に敵前逃亡を図ったバイスの追討を頼むとしよう。撃たねばなりませんか？分かっておらんようだな。あやつは英雄殿とは違う。手段や方法に違いがあっても、私と英雄殿が頭に思い浮かべる理想は同じだ。同じだからこそ英雄殿はこうして戻ってきてくれた。そうであろう？しかしバイスは違う。あやつはただ戦いたいだけなのだ。崇高な理念もなければ具体的な戦略もない。あやつはそんな自分に腹を立てている。無能な自分に怒りを感じているのだ。わめき散らすしか脳のない子供は、その怒りを己より優秀で人望のある幼なじみにぶつけている。この1ヶ月間私はそれでも待った。バイスが帰ってくるのをな。だが時間切れだ。あやつは我が解放軍にとって目の上のコブになりかねない危険人物だ。でも賞金までかけなくても。それはあまりにひどすぎます。私とてつらいのだ。分かってくれたまえ。価値はなんとか言って。デニム、僕がここにいる限りバイスは戻ってこないかもしれない。姉さんの言うことが聞けないのね。いいわ、勝手になさい。姉さん。放っておけ、デニム君。言ってくれるな。おお、そうだ、ゼノビアのミルディン殿が戻っておるぞ。え、本当ですか？うん、ミルディン殿とウォーレン殿の二人だけではあるが、ウォーレン殿がひどい怪我をしているそうだ。後で寄っていくとよいだろう。レオナール様、準備が整いました。わかった、今すぐ向かう。さあ行こうか、デニム君。気が進まぬとは思うが、これも我々の仕事だ。
最後にもう一度だけ聞こう。おとなしく我々に恭順するなら命だけは助けよう。お前たち廃山兵を指揮する者は誰だ？どこにいる？答えよ。アルモリカの将よ、我らは誇り高きガルガスタンの騎士。こうして捕らわれ剣も奪われたが、誇りはまだある。死を選ぼうとも仲間を売ることはせん。それは飛行とて同じ道を選ぶはず。そうか、それならば仕方ない。これより公開処刑を行う。ただしその忠誠心に免じてその身を拘束せず、また生倉ではあるが一振りの剣を与えよう。運があるならば、いや窮地を脱したいならば、自らの腕で活路を切り開くがよい。行くぞ。同胞たちよ、ガルガスタンの同胞たちよ、我々の死に様を妻や子らに伝えてくれ。我々は祖国のために勇敢に戦ったこと、そしていつの日か我々の無念を晴らしてくれ。頼むぞ。無駄だ。いかに叫ぼうとも貴様の声を聞く者はいない。貴様たち数奇教派こそが真の敵であったことを皆はよく理解している。諦めるんだな。
我がガルガスタンに栄光あれ。ああ。